はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビーチです。では今回は新ギレンの野望シャア指南樹に乗る続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、北京の攻略を行いました。これにだいぶ時間を使ってしまって、連邦軍のオデッサ作戦がね、発動しつつあるという状況です。今回はそれを踏まえてですね、シャアの指南樹はオデッサの救援に、一方もう一つの部隊はですね、攻略が遅れてしまっているので、マドラスの方に、先遣部隊として送り込んでいきたいというふうに思います。なので、オデッサの防衛に向かう部隊とマドラスの攻略に向かう部隊で分けていくというね、まあ二正面作戦を行っていきます。これがうまくいくかどうかね、ちょっと心配ではありますが、北京の攻略で手間取って、全体のね、作戦が遅れているので、マドラス攻略も並行して行っていこうということになります。では早速部隊を動かしていきましょう。で、この先ですね、ちょっとでも早く、攻略が進められるようにですね、ガウは水力強化を行っていきます。これで移動距離をね、上げていきます。残念ながら装甲土下の強化する余裕が発言力残っていないので、今回は水力強化、全ガウに施してあります。これでガウのね、スピードが速くなってくれることを期待しています。オデッサへの攻撃を開始した。マクベ少佐の部隊だけでは勝つことは難しいだろう。すぐに救援に向かってくれ。はい、ついにオデッサ作戦が始まってますね。これはすかさず、部隊を送り込んでいきましょう。で、オデッサに救援に向かう部隊については、シャアの部隊ですね。シャアのところにはシナンジュ、ガンタング、ガンキャノン、ガンタンクと入れていますので、これをうまく使ってですね、オデッサの防衛戦を行っていこうという腹積もりになります。で、一方ですね、オデッサの方にはこれだけの部隊が入ってますので、シャアが到着するまではここで頑張ってもらいましょう。で、マドラス基地攻略については、残りのね、ガウ攻撃空母4隻を向かわせています。これで水中型ガンダムが2個入ってきますが、ご利用ししていきたいと思います。もうオデッサの戦いは拠点入る前からかなり始まってますね。この後敵がね、レベル将軍を中心にオデッサの拠点の中に入ってきて、拠点の攻防戦に入ると思うんですけど、まあ、ここになんとか、シャア、指南樹がね、間に合えばいいかなというところですね。では、まずマドラス基地の攻略戦始めていきます。ここで攻略できるとすごく進捗が良くなるんですけどね、敵の数も多そうなので、慎重にというかね、確実にというか、戦っていきたいと思います。で、味方の方は、一応、ゴック中心に使って、ズゴックも要所で投入というところですかね。まあ、数で言うとやっぱり多くはないので、どこまで戦えるかっていうのはね、ちょっとクエスチョンですけど、まあ、少なくても拠点の中に入ってしまえば、輸送でこのマドラスが強化されることはないので、そうこうしてる間にね、なんとか、オデッサの防衛戦が終わったシャアが駆けつけてくれればいいかな。補給線をつなげながら、ちょっとずつちょっとずつね、近づいていきましょう。少しずつでいいのでね、確実に、歩を進めていきます。で、散布も忘れずにちゃんとね、しましょうね。できるだけね、もちろん味方の損害は少なく、進めていきたいというのは当然の思いですが、ありますんで、疲労度なんかにも注意しながら、ちょっとずつ進めていきます。無理はせずに、
ちょっと危ないなと思ったら、戻りましょう。戻って、確実に回復をしながら進んでいきます。はい、少しずつ前に進みましたが、マドラスの方は攻略には、至らずというところですね。オデッサの方はまだ自分が動かせる分はありませんので、全軍でこの次のターンでシャアを投入していきます。数でいうとちょっと我々の方が不利ですかね。ジオンの方はさらに指揮官の数もね、士官数2ということで、マクベとウラガンぐらいしかいないのかな。では部隊を投入していきます。まずはシナンジュ、さらにズゴック等も投入できそうですね。足の遅い、そうだな、ゴックを乗せたいところですが、ちょっといっぱいかな。では侵入していきます。この部隊はちょっと遅くなりそうですが、マドラスの方に向かわせちゃいましょう。ではマドラス基地攻略戦の続きです。敵がちょっと増強されてますね。こういう形で少しずつ少しずつ敵は増強、されてくるものだというふうに心得ておきましょう。はい、マドラス基地攻略、次のターンもね、続けていきたいと思います。得られるとはな。救援部隊の派遣感謝する。だが手出しは無用だ。オデッサの部隊だけで十分戦える。私には基地の実態を知られたくない。はい、ということで、シャアとね、マクベの仲が悪そうな一幕がありましたが、ここは気にせずに突撃を行っていきたいと思います。まずはここにいる何者か含めて、シナンジュで攻撃を仕掛けていきましょう。レビルだな。早速のレビルだ。じゃあガンキャノンも出して攻撃仕掛けましょう。決定的な実力差というものを教えてやる。シナンジュ対ビッグドレイ、シャア対レビル。そういう構造ですね。いくらビッグドレイが硬くてレビルが強くても、シャアのシナンジュの場合では敵ではない。疲労度もね、回復しながら進めていきましょう。ではオデッサの基地中枢に入ってきていた敵の部隊の大半は撃退したので、逃げる敵を追撃しておきます。ここもね、追撃を行って、このターンで迎撃戦を終えることができたら、次のターンから早くもマドラスの増援に向かうことができるので、一応ね、そういうところを考えて、いけたらいいかな、というふうには思います。ここもガンタンク2が3機。シャアのシナンジュで倒せるかどうかですね。疲労度は56でした。まずは1機、さらに2機、射撃戦で倒せましたね。疲労度が77まで上がったか。このターンで敵の殲滅はちょっと難しいかもしれないですね。敵がね、
避難所に攻撃を仕掛けてくるっていうことはないと思うので、ないよね。ちょっと苦しかったですね。ただここでガンタンク3機か。これ避難所で倒せれば嬉しいかな。ここは感知をして確実に敵を見つけて突撃も行っ、いや普通に攻撃で行こう。これでタンクを3機潰してくれたらこのターンでオデッサの防衛が完了。一旦防衛だな、一旦防衛。決めてくれ。しゃ。疲労度は77でしたね。量産型のガンタンク。よし。これでこのターンで、オデッサの防衛完了です。というわけで今回オデッサの防衛戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、オデッサからマドラスの方に部隊を送り込んで、今マドラス攻略している部隊のね、救援増援に向かいたいと思います。